半角鉄道 A3 型3450型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍したタンク式蒸気機関車である。元は、半角鉄道が1898年に、アメリカ合衆国のブルックスロコモティブワークスから2両を輸入した、車軸配置2から6から2で2気筒端式の、飽和式機関車である。半角鉄道では、 A3 型と称した。1907年の国有化に伴って国有鉄道に移籍し、1909年に制定された鉄道員の車両称号規定では3450型に改版された。ブルックス製の機関車の例に漏れず、運転室側窓の上部がアーチ状で屋根は深く、川水槽の後端部から運転室で入り口、後部タン固に至るラインは、 曲線で結ばれている。川水槽は運転室側面と一体になっており、この点では鉄道員3400型と同様、主導輪の位置が交代しているのは南海鉄道の6型と同様である。また、高野鉄道から半角鉄道に入った A7 型とも類似している。国有化後は旧所属の福知山からなら、姫路、岡山、 ヨナゴなどを二両別々に転々とし、工事や入れ替え用に使用されたが、1922年7月に廃車解体された。最後の配置は両社とも名古屋鉄道局管内であった。同系機としては南海鉄道に導入された6系4両がある。これらも1898年に製造された、製造番号3058から3061で、 車軸配置は第二動輪が後方にオフセットされているのは半角鉄道のものと同様であるが、側水槽が幅広で、運転台よりわずかに張り出している点が異なる。これらは南海鉄道の電化とともに余剰となり、11と9はそれぞれ1924年3月と1925年6月に博多湾鉄道に譲渡されて後、6となり、さらに同社が 西日本鉄道に統合されてに、3となった後、廃車となった。南海鉄道に残った10、12は、そのまま1927年5月に廃車となった。ありがとうございます。